どうも、怪しさ 120% の男、ブス島です。今回はね、コラボ企画ってことで、この方においでいただいております。どうぞ。はい、どうも、お疲れ様です。大友でございます。あ、その前に、ブス島さんのチャンネルをご覧の皆様、大友でございます。まあ、ちょっとね、縁があって、ブス島さんの、動画に、コラボして出させていただきますので、まあ、こともよろしくお願いします。はい。はい、どうもありがとうございます。下に概要欄にですね、大友さんの方の動画の URL 貼っときますんで、もうぜひね、ご覧ください。もう、バイオめっちゃ面白くやっていただいてるんで、もう、今後ともね、長い付き合いになると思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、100回になるか、もしくは、喧嘩別れで1回になるかそうですね、まあその辺はまあうまくやっていくつもりです、はいはい、早速ね、飛行機でもうなんか変なものがありましたので、とりあえず見てみて、はい、サバイバーと書いてありますね、了解っす。なんか餌もあるし、このね、機内食ってね、あんまうまくねえんだよなこれなんかこれ VR でもできるらしいからな。あれ、ブス島さんいないっすよ、はい、あれなんですよ、最初飛行機だとこうなんかバラバラなんすよね。はあ、なるほど。だからそっちも多分クソガキ映ってると思うんですよ。へえ、だから正直主人公が誰なのかいまいちよくわからないっていうねえ、でもホストがあれじゃないですか、主人公じゃないですか。でいいんですかね。あ、目の前にガキが倒れて、そっちもガキ倒れてますよね。いや、もう私機内に、はい、うん、来て、機内に来て、なんだ今いろいろと物を検索してるんですよ。あ、そうなんですか。なんかハゲにさらわれました。現れた。うん。あ、パンチラがなんかちょっと あそこブス島マークだなあれはい、ということでやってまいりました。おお、なんかなんすげえ格好だな。こっち見んなハゲてるね。あ、ハゲですか、ブス島ハゲですか。自分の姿見えないんですよねちなみに私は何ですか、どんな格好ですか。黄色いメガネにですね、なんか絶対なんだろう、スケベだなーって顔をしてますねなるほど、うん、そんな感じです。ちょっとこの中物色させてもらいますね。はいはいはい、餌とか食べたりできるんで。そうそう、今腹減ってるので、ね、はい、そこら辺のもん適当に。あれはい、うーんとですね、はい、あ、なんか無線を出してしまった。そう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 、でハウリングしてますよ。あ、すいません、もう大丈夫だと思います。了解っす。すいません、なんかね、いまいちこの無線のボタン切っといた方がいいかもしんねえな。お、干してるもの、あ、ここやつらの村の近くだこれ。あー、であればこのマークはぶっ壊した方がいいのかな。そうですね、なんか手とかぶら下がってますねここうん、なんか変な、あ、で、うん、頭蓋骨を2つほど手に入れて、はいはいはい、あ、このね、布とかが結構よくって、ここの村ね、意外といいもんあるんですよ。はいはいはい、灯油とかありますよ。おお、うん、なんか灯油とか、まあ今のところもなんかえぐいな、こう見るとやっぱり。おお、これが、はい、この食人族の村っつうことですか。そうですね、で、やつらがね、よくいるんですよ、この辺。おお、同じもん持ってるあ、殴っちゃったこれじゃしょうがねえからな。ちょっとすいません、本当に操作が慣れてないもんでこれって投げれないんですか。あ、投げれたっけな、投擲っていう投擲武器もあったと思うんですよね。ああ、なるほどね、うん、同じこと考えてたんだねそうですね、もうと、ああ、ここもっとえぐいもんあるな。了解、ちょっとじゃあ見に行きますわ、うん、あんまりね、ここね、うろうろしてるとね、やつら出てきますからね、平気で。いやー、映画のプレデターみたいだな。そう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 、映画のプレデター、まさにその通りですね。あ、で、なんか、
はい、テニスボールを手に入れて、あ、それね、投げれるだけです、それ。あ、そうなの。あ、で、犬穴がいるな。あ、早いわ、ダメだ、犬穴早い、うん、あ、で、3体に増えましたよ。あ、マジ、1回逃げた方がいいかな。ですね、ちょっとこれはちょっとよろしくないですね。よろしくないっすね。じゃあ逃げてちょっと陣地を今日作りましょう、どっかで。確か以前聞いた話なんですけども、はい、食人族ってのは水に弱いんですよね。そうです、そうです。水なんかこいつら入ってこれないんで。じゃあ水を廃人にして。そうですね、もう変な話、水の中にこうね作るのもありですよ。うん、そうした方が材料費浮くかもしれませんね、うんうん、ああそれがね結構材料がねバカにならないくらいなんですよ。あ、そうなんですか。うん、まあまあとりあえず行きましょう。ちょっといろいろこの辺詮索してみましょう。夜になる前になんとかそれっぽいところ探したいですからね。そうですね、うん、さあそしてなんか絵が貼ってあるんですけども、はいはい、岩に絵がどれどれ。ピストル持った男の子か、はいはい、なんかニコちゃんマーク書いたね。はいはい。あ、そしてなんかペンキ塗っちゃったな俺。はいはい。あ、 OK です、 OK です。それね証拠なんですよ。証拠、こういうのを集めてこのガキッチョを助けに行くっていう感じと、あ、でこのペンキ塗るとなんかやつらが襲ってこなくなるのかな。何なんだろう、仲間だと思ってなんかそのこいつら原始人と変わんないんで。そもそもこいつらは何なんでしょうかね。それね実はねそこまで自分もプレイしないか分かんないんですよね。うん、そう正直な話。来た、この野郎。一体くらいだった。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。あ、大丈夫ですよ、もう。いやいやいや、さあ、追い込め、追い込め。追い込み量ですよ、もう。追い込み、よし、オッケー。あ、低いな、これ。いや、あの、ガードもできるんで。これっすよね、うん、ガード。うん、ああ、ダメだ。やめた。あ、大丈夫ですか。これだね。あ、そうです。これね。なんかね、一回攻撃するとね、もの、はい、すぐ斧しまっちゃうんですよ、俺。どうしてですか。なんか設定かな。まあとりあえずしょうがない、キーボードでこっちだけ攻撃だけマウスでやるか。あー大変っすねそれ。うん、まあまあまあちょっとここ次回ね設定直しておきますんで。はい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 。あ、こいつ、うん、素早い。うわ素早いなこいつね。こいつとりあえず逃げましょう。あおーおー、あーできましたね。できました、できました。じゃあこっち壊しちゃおう。いいっすね、火ってやっぱ。そうですね、もうキャンプもう必須ですから、キャンプでは必須ですよ。もう火をこう起こしてそれを育てるのがもう、そうですね、なくいいんすよね。そうです、そうです。あー、ブス島さんは分かってると思うけども。そうです ね、もう、ね、あー、この火がなかったらもう何にもできないんで。何もできないよね、火こそすべてです。あ、ちなみにこの100円ライター延々と使えるんでなくなりませんのでもこれってあのローソンとかに売ってるやつだよね。そうですね、あのその手のお店なんかでロゴ入りでもらえるあれです。あー、ありがとうございます。そんなことないっす。あ、まだ、あ、ここはすいません、なんかねどうもね、よいしょよいしょ、これ火ついたかな。メタルマッチでいいじゃねえかよこんなもん。メタルマッチくらい持ってんのがね一般常識ですよ。メタルマッチって何。あのマグネシウムでこう粉にしてこう、あ、まあ火打ち石ですね。はい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 、ファイヤースターターとかいうやつ。ファイヤースターターですね、あります、はい、あります。あれメタルマッチって言うんですよ。へー。でもメタルマッチよりファイヤースターターの方があれをね、うん、サバイバルナイフにこうね巻きつけておくわけですよ。うん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 、うん、でそのサバイバルナイフの普通持ち手あるじゃないですか、うんうん、あれそのまま木とかだと重いんであそこパラコード巻いとくんですね、うん、でそのパラコードも普通のパラコードじゃなくて中に着火剤がついてるやつがあるんですよ、釣り糸と入ってる。そいつを巻きつけておくとまあ大体まあいろんなところで役に立つとなるほどいう感じですね。果たしてその知識はどこで、まあ鈴木さんはまあいろいろね、ね、いろいろね、あの怪しさで売りを
怪しさでやってます。怪しさ 150% ね。120% ですね、今のところ。分かってる分かってる。ありがとうございます。もう一応、俺の考えとしては、はいはいはい、もうちょっと1日、はい、探索して、はい、良さげな場所、ちょっとここあまりにも、なんか、うんうん、そうですね、まあ、安全は安全だけど、いまいち使い勝手は悪いですからね。ですね、うん。了解です、了解です。こうもっとなんかこう、うん、なんだ、泉的なやつ。そうですね、もっとなんか良さげなところありそうな気しますからね。うん、そうなんで。どうやって壊したらいいんだ片っ端からちょっと。ああ、なんか変な音が聞こえた。聞こえたね。やつらか、やつらか。来たね。ギャー言ってますね。オッケー。あ、鹿がいた。鹿が止まってる。そう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 。あ、雨降ってきやがったな、これ。雨もあるんですか？ありますあります。あ、あ、追い込み量成功したか？自分。下。いや、崖に鹿が落ちたと思ったらワープしてやがった。あ、ちなみに拠点の場所忘れないようにですね、こういうことできるんですよ。よいしょ、ちょっと待ってください。普通だったら家とか建てちゃえば、はいはいはい、まあそれでいいんですけどね、確かね、なんかね、目印みたいなのつけれるんですよ。うん。顔が今なんか後で私見え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 、鼻しか見えねえわ。面白いことしますね。いやいやいや、うん、ああ餌発見あった。おイグアナ逃げた。ちくしょう。来た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 。あ、こっちにもいる。オッケー。あら、ダメだ。あ、くそ。イグアナどこだどこだ。くそ、逃げおったか。ちょっと待って、イグアナがいなくなったな。くそ、餌餌ねえな。お、チョコバーでも何でもいいから、もうとりあえず餌くれ餌くれ。これ結構クソ、実際にやったら早いんだけどな。薬あるよ薬。あ、あ、やった、体力回復。うん、いや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 、イグアナゲットですよ。イグアナゲット、どこどこ、あれ、これで、ね、これで焼けてんのか、微妙ですね。なんか俺が前見た時となんか違うぞ。C、 ああ C で行こうか。ちょっとじゃあちょっと他の餌取ってくるんで、ちょっと取り上げるなりなんなりしてみてください。了解、わかりました。ちょっと他の餌取ってこい。食えるね。あ、じゃあ食ってください食ってください。はい、大丈夫ですから。おお、すごい満杯。そうそう、満杯になるんですよ。おじさんさっき食べたから大丈夫ですから。水が飲めないんで。なんだ。あ、飲める。飲めます？ここありですね。ありですね、ここ。いいっすね、2倍も。2倍も悪くない。2倍もいいっすね。うん、ここありっすね。うん。やっちゃいます今。やっちゃいますか、今やっちゃいますか、ちょっと回収だけして。はい、そうしましょう。よし、やっちゃおう。とりあえずこいつらいるから、とりあえずちょっとこっち側行きます。はいはいはい、ここら辺いりゃあいつら入ってこれねえか、来れねえから、あのバカ。よし、とりあえずここでまずやることはアイテムの回収なんですけど、アイテムってもう大友さんの方回収されました？全然です。よし、じゃあとりあえず場所だけなんとなく覚えておこう。なんか完全に今完全襲われて、あ、鍋ゲット、やったね。おお、俺のリュック発見だ。しかもイグアナとウサギが嫌がるけど、とりあえず無視。おお、発見発見。こいつ、お前邪魔しやがった、この野郎。死球死かますぞこれ。ほら、どういった、もう石斧じゃしょうがねえからな。誰と戦ってんの？変なね、ハゲ。とりあえず手分けしてなんかいろいろ大友さんとも作っていかね。あ、いっぱいいるいっぱいいる。
ちょっと待てよ待てよ、お前ら組んでよバカ野郎とりあえずはあのまだ一致の危険はないってことね、はい、ああしし溺れた一人ああバカめあの野郎ちょっとぶっ倒してやろうかな、もう頭きたからほらこの野郎ほら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 バカ野郎ら、まったくもう枝かな、枝をちょっとねなんとかしてほしいんですよね。じゃあちょっと待ってください、枝ね、枝です、はい了解、ちょっと待ってください、なかなか枝ってない、あ、あるか、ただやり直さなくてよかったねうん、よかったよかったよかった、そこはいい、うん、いやこれでやり直してたら結構大変っすからね本当に。まあ次回もそのねいいところを見つかるっていうわけでもないからね。そうですね、今回でも見つかったのラッキーですよ。ラッキーだね、うん。これは今何を作ってるところなんですか。あ、それはねウサギ用の罠。ああ、そうか、1日2日経つとねとりあえずあのそこに入ってたりするんですよ。あ、できましたよ。あ、できました、はい、じゃあそしたらもうそれほったらかしでいいっす、もう。あー、すごいね。で燃えないように、もう燃えないように、あ、こうか、ほらこういう風にこれで沸騰したら飲めますよ。あー、なるほどね、うん、あ、ウサギできた、ほらほらウサギこんな感じこんな感じ。おお、これどうやっとんだっけな、あ、いいか、こんな感じで、ほら、おお、生け捕りで、これで逃げちゃわないよ、もういきなり火に入れるか、あ、これで入れちゃダメな、どうやってさばくんだっけな、あれこれ、あ、逃げちゃった、うんと、さばく方法、おっと来た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 、やばいよやばいよ、来ましたよ、もう水の中飛び込んでやっちゃってくださいもうもうこことかにね家作れねえかな、もう、うん、作りたいね、ここはいいっすね、うん、ここもういざとなったらあのバリケード作る前すぐ、あ、木に登ってやがんない、あいつら見えないな、どこだ、ほらほらほら、ライト、木にライトがついてる、あ、降りてきた、ほら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 、ちょっと待って、なんか酋長みたいのが、あ、来た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 、こいつら水入れんねん、ほら入ってもね、こういう風に入ってますよ、溺れちゃうんですよ、すぐ溺れてるんだ、うん、だからこいつらバカだから、あーこいついるけどいいや、あ、燃えた、あ、あおー、あ、あーあどうした、あー、いた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 、あいつらもう本当に、まあ What to?はい、うん、大丈夫ですか、なんか、あ、食われた、食われた、あー残念、それで次はあれですね、やるのはバリケードを次回作るって感じですね。なるほどね、うん、結構丸太いっぱい使いますよ。何本ぐらいかな。100本。それは木こり動画とかしますから。え、木こり動画もうしょうがないですね。あれこれやっぱりあれだな、おかしいな、ゴーンの呪い、うん、ゴーンの呪いですよ、もう G が押せないんですよマジで来た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 、後ろ後ろ、大丈夫です、あ、大丈夫です大丈夫です、木ごと一緒に切ってやろう、もう。うらうら、お前ら落ち着けや少し。なんかずっと回られてるんですか、ま、周り。もう無視して切ってますけどね。だね、ぐるぐる回ってるね。木とかでやられないかな。あ、お前。あ、大丈夫、やられてる、 父好きだけどこの父はなんか嬉しくねえな、やめてやめて、ほら、あ、戦ってるところを遠目で見るのもなかなか面白いな、うん、
もう男女平等主義ですよ私は。ふう危なくなったらもうすぐ逃げるからな。おお、なんか面白い。もうあれですよ、完全あのプレデター状態です。あ、水の中入ってきやがった、入ってきたね。水の中走ってますよ。あ、溺れて溺れて死んだ。さま見やがれ死んだ。これが CQC ですよ。いや意味わかんない。これがね、都市格闘ってやつですよ。あ、こんな感じでいこうか。これでいい？なんかあれどこ、あれ、うん、こうか。ああまたまたやり直しじゃねえか。ゴーンの呪いですか。ゴーンの呪いですね。ちょっとね、後で見てもらうとね、こっちの動画見てもらうと分かりますけど、はい、えらい大変なことになってますからね。あ、分かりました。じゃあ楽しみにします。ええ、これなんか、はいはいはい、すげえ家ができてますね。あ、これあれです、あのキャンプファイヤーの、あ、キャンプファイヤー、あの火です。なんか、あ、はい、なんかいい、あのその消えなそうな、うんうん、なんかすぐ消えるじゃないですか、あのそうですね。だから消えないようにできるのかなと思って、なんか、あ、 OK です、 OK です。もうね、どうせでは楽しんで作りましょうよ、こういうのは。もう視聴者の皆様すいませんね、これもう本当にもう慣れてないのもあるんですけど、もう実際にね、ただ単に木こり映像という感じで今回お送りしてますけど、まあ今後もね、このザ・フォレストの方なんですけど、続けざまにやっていくつもりなので、まあよかったらね、あのチャンネル登録を、ね、大友さんのゲーム動画作成所とね、このブス島の方のやつをね、両方チャンネル登録してもらえると皆さんに幸運がね訪れるかもしれないんで、ぜひね、あのもうふるってもうチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいでございますので、ぜひやってみてください。あ、おかえりなさい。ずっと聞いてました。告知をね、いろいろしておりました。はいはい、ありがとう。おー、すごいね。そうそう、こういうようなやつをね。あー、これは確かに丸太が必要っすね、そうそうそう、何本も。しかも今ね、一生懸命キーボードとマウスをね、駆使してね、やってるんで、これで、まあ、とりあえずこの辺、ざっと囲んでしまうだけでもかなり違うので。ですね。うん。で、ある程度、原住民ともに我々の土地をね、もうはっきり教えてやって、高台作って、なんていうのかな、そこから弓が撃てるようにとかしましょうっていう感じですね。なるほどね。あとマイトなんかも手に入りますので、はい、その辺でね、もうやずらに投げ込んでやるとか、はい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 、わざとあの囲んでから一気にこうやるとかっていうこともできますので、ある、はいはい、ツイッターの方でつぶやいたら、なんかね、声優さんみたいな方がリツイートしてくれまして、うんうんうん、すごい、うん、あら、こんなもんでみたいな感じ、普通にあの見たら可愛らしい方でしたよ。へえ、うん、ありがとうございますって感じですね。すごいっすね。いやいや、そもそもあのゲームで引っかかるとは思わなかったな。うん、まあ、わりかしだいぶこう最近再生数も結構上がって、うん、見てる方多いみたいで、うん、嬉しい限りですよ、こっちも。うん、うん、あとスナッチャーが意外と評判いいみたいで。あ、そうですか、やっぱり。うん、小島監督がプレイしてほしくないと言っているね、プレステ版です、うん、なんかやっぱ違うらしいね、いろいろと。いやー、もう全然違いますね。結構撮ったんですけど、うん、いやー、っていう感じでしたね。ここ隠すみたいなの結構多くて、グロ動画、グロみたいな感じですか。そうですね、モザイク入っちゃったりとか、 あともっとひどいので言うと、はいはい、そのあの、ヒロインじゃないんですけど、そういうようなやつなんかでも結構ね、うん、ここの部分楽しみにしてたのにみたいなところとか、うん、うん、結構ありましたね、そういうの。
まあちょっと今一生懸命撮ってる最中なんで、はい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 、また随時上げていきますので、はい、楽しみ、お楽しみにという感じですね。そ、あ、風邪ひいてるな、ちょっと待って、うん、あ、今保存できました、できましたできました、ね、キャンプファイヤーのそばで、ああ、それ温めすぎあ、キャンプファイヤーでも大丈夫ですね、温まりますね、あります、お、あ、俺、おー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 、俺もだ、俺もだ、おーおーおーおおお、あおお、言ってるうん、と、まあ一応こんな感じですかね、はい、はい、じゃあ本当どうも、今日は初コラボありがとうございました、ありがとうございました、本当に、じゃあいつものように最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、それではブス島でした、ではでは、どうも本当に大友さんありがとうございます、はい、大友でした、ありがとうございます、はい、ではでは、またご視聴ありがとうございました、チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。